見ます？今日あれしますね。キムチ作る。昨日話した通り。ね。だから本当にもう、このレタスを100個ぐらいなんか用意して、今向こうにソムちゃんのお父さんがなんかいろいろ準備してるんですよね。本当に皆さんよく知ってる赤いソースってあるんじゃないですか。なんか、これヤンニョムなんですけど、これがラディッシュとなんか、玉ねぎとニンニクみたいな、といろんななんか食材をなんか中に入れて、ミックスします。こんな感じで。この白いレタースのやつを、これと一緒になんか、つけて、ここに置いとくんですね。ここに壺がありますけど、なんか壺。こういう場所にもなんか、キップができるんですけど、今、キムチ専用の冷蔵庫があるので、その冷蔵庫の中に入れるんですね。で、キムチ冷蔵庫を一回ちょっと見せてあげます。で、見ます？なんかあれ。小さなキムチ冷蔵庫なんですけど、うちの家に今キムチ冷蔵庫が何個あ、3台あるの、3台。なおなかい、これが一番弱いやつ。小さいやつ。これでも十分でかいでしょ。でも一番弱い。ちこれびが。れ冷蔵庫。やってみて。どうやって？こうやって。これはブロンズ。ソムちゃん食べさせる？これはプレデーター。いるけさいさい言えたか。やるじゃん、結構。俺はもううまいよ。やってみなくても分かる。ケうンまくチできるってさん、こと。はい。遅いよ。あ、ここに来たくてまっすぐつける見事じゃん、ここ。ちょっと待って、入れすぎんじゃない？マジ？すいません。で、今ちょっとスキップして。遅くない？ほら。ああ、まじ。ママ早。ソムちゃんのお母さんはプレーターだからね、しょうがねえな。遅1個。くない？俺、チュートリアル。まだ1個目か。して、終わ終わりー。り？엄마다저거했어。오빠봐봐、오빠。엄마하는거。쓰면、이렇게들고、이렇게。이렇게。쓰다듬こうやっまて、す。こうやって。ああ、よかっこたうやって。ー。はーい。OK。はーい。밑에서 이렇게 올려. 見して。이렇게 옳지. 이렇게. 또 엄마 어때? 괜찮죠? 어. 좋아. 오케이. 오케이. 나이스. 오케이. 고급 그 같대요. 오케이. 아, 여유 있어. 뭐 있지만 やりますか? 뭐 疲れてる? 야, 하지 말자. もうちょっと早くするわ、今回は。これさ、なんか、白菜が普段よりなんか小さいらしいですね。雨がもうやばすぎて、普段よりなんか成長できなかったらしい。本来はこれの2、3倍？ 3、4倍くらいらしい。サイズが。どんなででけえのよ。いや、十分でかいのに。十分でかくないですか、皆さん。これ。去年はちょっとヒットボックスがでかいです。小さいですね。こいつケイの。チさん、早くやってて。はーい。仕事に集中して。うぜえ、この女、マジで。俺、撮影すればよかったのにな。だから今日撮影する前に、ソンちゃん、忙しかったからな。俺、何もしてなかった、まだ。今日、これするときまでは。部屋で猫とゴロゴロしてたよね。今までね。ここで、ちゃんとするべきよ、俺。こっから。俺のステージってことなんですよ、皆さん。俺とソンちゃんの母さんのファンタスティックデュオってことでしょ、これは。今でも聞いて。ちょっとなんか食べさせてあげようかな。엄마조금오빠맛좀보게해주고싶은데。これ食べてみますか？あるけど。それじゃなくて、まただってよ。見て。俺作ってる途中で食べてみたことないからな。あいこ、あいこ、こっち。あ、これを。どう？これを。辛い？ょっぱい。しょっぱい。ご飯食べたい。
あ、うまい。でもどう？初めて食べてみた白菜がマジでうまいな。ほんと？うん。だから今食べてみたらさ、白菜別、ヤンニョン別今はね、唐辛子別醤油別、わかんない、なんか醤油って、醤油 入ってないの、うん、塩別、なんか別別別別なんだよ。まあチームプレイうまくできない今そうね。でもうまい、でもうまいの。これはマイスよ。あのちっちゃい足だよ。逃げくる。準備段階ですね。배추따로양념따로맛이다따로따로인데도파파の仕事따로따로맛들이다맛있어요韓国のキムチって酸っぱいってあの話したじゃないですか前で、今全然もう酸味はもう感じなくて、しょっぱい、辛いみたいな、そんな感じなんですよね。でもこれをなんか全部作ったらあの冷蔵庫とかなんか特別な貯蔵庫の中に入れるわけじゃなくて、外が今ほっといて2日3日ぐらい放置したらなんかそこで乳酸菌が出るらしいですね。でその乳酸菌で熟成させて2日3日後から食べてみたらなんかこのヤンニョムと白菜のバランスが良くなって、それで食べたらめっちゃ美味しくなるらしいです。酸味もしっかり出るし、だからあの韓国人に対してあのキムチって日本の方がなんかよく食べてるのがお寿司あるじゃないですか。お寿司を食べる時のラッキョみたいな口直し用でよく食べてるから、そのなんだろう仕方で食べるためにはあのキムチがある程度はちょっと酸味が伝われないとダメですよね、韓国人は。あー、ただ伝えすぎです、それはでかすぎてやめてください。ケイチさん、はい、それ2個目いや3個4個目です。いやマジ、ほんとでこうしてステオッケー、でシャワー、キムチシャワー、ヤンニョムシャワー終わったからちょっとオッケー、そしてヤンニョムシャワー終わり、じゃあこう握っていきます。これなんかさ、俺の姿とトンちゃんの母さんが作ったあのこれケイチさんが作ったもの別に置いといていいんじゃない？は？いいじゃん、別に一緒にしても。こっちで大丈夫です。早くもうど真ん中に入れてください。まあ、誰でも触れないように。これめちゃ手かかると思ってるでしょ皆さん。でもこのヤンニョムも別でもう全部最初から一から全部作ったんですよね。今俺は途中で入ってきて、うん、これやってるだけ今。これ作るのが一番大変らしいです。適当に見ても分かるでしょうね。でもラディッシュとかなんかいろんななんか、うん、ヤンニョム入るための玉ねぎも最初から全部、うん、全部玉ねぎ入れなかったよ。おんまヤンニョムヤンニョムパン入れなかった。あ、マジ玉ねぎじゃない、だから普通のネギ。大根とあのマヌリボッチ、マヌニンニク、ニンニクと千貫、千貫神社、神社と、そして経営しない、ええー、何で冷たいのみんな、美味しくなれてダメですか、よくするじゃんみんな好きなくせにみんな美味しくなれもっとおかしいな、可愛くお願い。めっちゃ可愛いですね今の。うい、可愛くなかったよ今のは。どうすか本物のキムチ、これやったらちょっと河川さんに勝てそうですか自分次ホットナムでそのみんでもうキムチキックいけそうですか、マジで。なんならキムチタックルでもいいんですけど、河川さん僕忘れてないんで1週間後に会いましょう怖いねー。いけますか、たっぷり食べさせてあげます。完成です。あ、すいません。これキムチ作る日の日はこのキムチと肉、まあ、豚肉のなんかチャーシューみたいなやつ、うん、肉と一緒につけてオン
あん。あん。はい、卒業。おお、やるじゃん。うまいっしょ。いいねあ。どこに行きますか、これ。あ、いきちょんどやっぽげ、かむさやて。ビテル、ビテル。こうして。入れすぎた。あっ、寒でも手がちょっと。おー、でかすぎ、なんか俺のやつ。なんかヤンニョンのその、これは、キーツがやばくないな。ママのキムチ。これは、ダメそうじゃないの？ケイツさんの。笑わないで。違いますね。うわやべ、なんか中にキムチ、ソムちゃんの母さんキムチ何年作ったんだろう、聞いてみようかな。몇년엄마김장한지몇년됐지엄마응몇년차십니까30년야배야바이 K さんの経験値ってどれぐらいですか K さんは30分でした。結構上手ね。まあ、30分としてはもううますぎでしょ、マジで。見て、自分が作ったキムチは自分が食べていいかな。あ、もう終わりです。自分でやります。やってみろ、俺もちょっと30年作ってみた圭一のその手形と見します。やりますね。はい。おいおい、やめて。やめて。どうすか30年伝わります。30年前何してた。だから理解できないかもしれない。ケイチさん、ん、30年前に何してた。何歳だった。30年前2歳でした。いやでもこれ本当にさ、なんか近くに、皆さん近くで見れる人の中ではこのキムチ作る姿って見るので レアじゃないですか、なかなかこれって。どうやってこうして投げたらもうキムチグレネードですね。誰に投げるの。君。私。決まってるでしょ。ひどくない？皆さん今のひどくないんですか。スキル使いましょう、スキル。よしよしスキル、よしよし。よしよしスキル。よしよし。よくやった。君はもっとうまいキムチになれるはず。よしよし、いい子だね。よしよし。食らえ。よしよし。よしよし。はい、食らえ。よしよし。よしよし。ほんま5500名넘었어。ドメスティックソース。はい。よしよし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 。あー、もっとやれ。よし。気持ち悪い。入れすぎるとダメって言われたから、ヒョンちゃんの母さん優しいんだよな。だから、あんまり、いや、これもう、クソキムチだったな、みたいな言い方絶対しないと思うから。俺がもう、これはクソキムチになったな。お前には嫌いたくないですね。へへ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 。大丈夫。自分で食べなさい。冷たいな、この女、マジで。こんな高いブロック作ってる女って人気ないですよね。うちの配信は女性の方も見てるでしょ、たまには。参考してください、マジで。いや、ソムちゃんのパパにスキャンされてる。しっかりじっくり見てますよ、やべえな。殺される。
いや、なんか昨日関さんがさ、なんかギアさんってなんかあれやったんじゃないですか、オフパーティー。俺さ、昨日キムチ作ったらもうあげたんだよ、関さんたちに。あ、いや、食ってみって。これ一緒になんか一口して肉食べたらもうもっと美味しいからさ。クレネードあげるの？いや、違う。キムチも先客使わないとなんかね。まあ、俺よしよしって言われてる。よし、よし。やっと1人分してるらしい。すいません。よし、よしです。あ、いいプゲー만들고。さあ、最後は綺麗に。あ、よしよし、떼지말고、소금짜지말고。あー、짜지말고。わかりました。うん、タオルみたいな感じで水を出したらダメだってよ。うん、ただ一番最後に出てるやつらを整理しただけ。整理するだけ。おお、綺麗。いい感じ。うん、何点？あー、60。ふざけんな、マジ。はぁ、皆さんに食わせたいな、マジで。これ今来る？今来る方いますか？今来る？いいよ。でもね、ただの食材だって入ってると思いますよ、このキムチが。皆さん、キムチってなんで赤いんですかね。目怖い。キムチが赤いんですよ。なぜかな。100人来たら何人帰れると思いますか。だいぶ上手くなってはないか。ね、孫ちゃんのパパから見られてる時はなんか集中力上がったけど、今見られてないからさ、緊張感落ちたんだよな。適当に。いや、孫ちゃんの母さんもう一回見せてくれ、これ。どう思う、みんな。俺の仕方と。ギャップ感じれます、やっぱり。見たある？これ一回見せて、孫ちゃんの母さんのあれ。まあまあの気持ち。KH の気持ち。いや、結果物はちょっと辛いね。結果物はちょっとあれは残酷すぎる。でもどんどんうまく KH のやつゴミ袋。俺見てるからな。モデルさん、これ避難してるやつらのニックネームしっかりキープしといて。俺が作ったキムチ送るからな。送った、KH送った。食べてくれるよね、君たち。俺が作ったキムチ特定してあげる。俺が君たちの家の前にキムチボックスを送ります。配信者からリスナーの家を特定するやべえ配信。最初、あ、まずい、なんか辛いもの来たって。うわー、でももったいないから一口食べてみようかなとしたら、そこでもう奴隷になるよ、もうキムチの奴隷。もう逃げれない。毎年これもらって食べたくなるでしょ。だから俺はキムチで俺の配信のビルドアップを決める。毎年俺のキムチを食べるために俺の配信から逃げれない、みんな。他の配信者ってできると思う。キムチの同僚をたくさん作って、毎年キムチを食べるために仕方なくてKHの配信見に来るのよ。天才すぎでしょ。いや、そこでKHは自分の本名を気づくんすよ。キムチホームってKHでブランド名作る。キムチホーム、日本で最も有名なキムチブレンドになる。KH、 韓国の真の先進になるためにはキムチを作ってみないとダメなんですよ。キムチを作ってみたことない韓国人はキムチ族とは言えない。キムチって恥ずかしいものではないんだよね、俺らには。キムチは韓国人のプライドです。韓国人はみんなキムチを食べる。で、みんなキムチグレネードを投げる。で、怒ったらキムチタックルをする。で、最後はみんなでキムチで仲良くになる。俺は今キムチでみんな仲良くなってるでしょ。今何人見てる？6000人見てる。ほら、キムチ仲良くなってるじゃん。で、それキムチパワーなんですよ。キムチパワーって何してる？これマジでグレネードか。じゃーん、おお、いい感じ。これは80。あ、悪くはないよ、80点なら。これは30。は？これ何？これキムチかな。やべ、この女数学うまい、めちゃくちゃ下手くそ。マジかよ。30の意味って知ってるの？30も優しい点だよ。あ、マジ？嘘だろ。ほら見て、これ見て。なになになに、これ一体
いやこれさ、誰が作ったらこれダメだ、ともちゃんが作ったらこれ終わってる、あれは。うわ、なんか落ちてる、やべ入れすぎだろ、あれは。俺、最初のキムチないの、あれ俺が作ったやつの中で。あ、直した直した直した。だ、今の姿を見て思い出した。俺もそういうことするんだよな、エイペックスでプレイヤーたね、なんか味方が倒されたらバナー回収して起こすんだよね。だ、今バナー回収してくれた、ともちゃんの母さんが。まあ少しいいじゃん、まあリアルでキャリーされてもバナ回収ぐらいはいいでしょ、チームプレイだから。いや俺観光人じゃないかもしれないマジで。難しいな、このキムチ作るの。単純にさ、白菜の上にソースをつけるだけじゃん、この簡単な仕事。簡単な仕事すらなんかできなくて今おかしいよな。でもただわかる、君たちよりは俺うまくいけそう。俺のこのやり方見てケイチよりは俺がうまそうみたいな方います？確認してみようか。多すぎだろお前ら嘘だろおい、ふざけんなマジで舐めてる。いや多すぎだってよ、早すぎ。そしてあー、ちょっと寒くなった。クマなる。いやでもじゃあ孫ちゃん母さん一人で全部しないとダメでしょ。내가할게오빠이제들어가서쉬어。え、ラストもう一個ちょっと最後魂を入れる食にケイチいきます。今日ここでキムチ学校を卒業します。モデレートさんなんかめちゃいい BGM 流してください。タタンタン。ああ、カット。これ何ですか？いや、ここにフォーカスお願いします。これは何ですか？それは負け犬。ああ、やべえ、孫ちゃんの母さんなんかもう一回これするらしい、全部作って。なんか量が少ないらしいですね、これ。これ少なく見えます？皆さん、キムチだ。これが足りなくなるんだよね、韓国は。だって毎日毎日キムチ食べてるからこの量でも足りないんですよ。だから今回よりもっとでかいスケールでもう一回作らないとって今言いました。はい、ありがとうございました。おお、いいね。ああ、頑張った。マジリスペクトです。すげえな、頑張ったね。どうやって毎回これ作るんだろう。キムチ冷蔵庫の中こうなってる。だキムチがこうなってる、冷蔵庫の中に。ラディッシュやばいでしょ。でここにこれがある。皆さん、焼肉のお店みたいな感じでこうしてそのまま食べる。これいいっすよね。どうでした？楽しかったですか？まあ俺は楽しかったです。なんか、まあ、キムチ作るの面白くないですか？でまあキムチはキムチでいいんですけど、あれだけじゃなくてまあ孫ちゃんの母さんがさ、料理の作り方めっちゃうまくて、だうちはまあ料理配信もできるかもしれないですけど、一応それをまあ一人だけするわけじゃなくて家族単位でなんか撮影しながらワイワイしながらなんかするから楽しそうですよね、きっと。だから近いうちにまあキムチだけじゃなくていろんな料理の配信をしてみたいと思います。I'll let you know.